皆さんどうもです、ポルスです。今回はですね、皆さんに助けてほしいと思ってます。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、というわけで、どういうわけかを説明します。まあそんなに深刻なことではないようにみんなは感じるかもしれませんが、俺からしたらまあまあ深刻なことです。動画ネタがないということです正確には解説動画とかプレイ動画はまだまだ作れるし作っていこうと思ってるんですけど、他がない。それでいいじゃんって思うかもしれないけど、プレイ動画はまだしも解説動画ってめちゃめちゃ作るのに時間かかるんですよね。案を入れて、案を出して、構成を考えて、動画を撮って、声を入れて、字幕もできたらつけて、加工もしてってやっていったら、まあ僕が PS4 のシェアファクトリーっていうアプリで動画を作ってるのが悪いっちゃ悪いんですけど、それでも10分ぐらいの動画にだいたい合計10時間ぐらいかかることも全然あるんですよね。もう誇張抜きでそんぐらい解説動画ってかかってしまうんですよ。まだまだ作りたいんですけど、それとプレイ動画だけでは動画が少なすぎるし、解説動画とか、まあプレイ動画はまだ楽しさはあるんですけど、解説動画とか作っててもあんまり楽しさっていうのはないんですよね、作ってる側は。だから、なんて言うんだろう、マンネリ化したり疲れてきちゃうんですよね。数少なくても見てくれる人はいるから頑張れるんですけど、どうしてもやっぱシェアファクトリーで解説動画っていうのもやっぱ限界を感じてて、まあ、他のやっぱり PC の方の解説動画とか、まああんまり名前を出したらあれかもしれないんで、ぼやかすと、まあリドルの西さんとか、ゲームイズのリアさんとか、やっぱそういう PC のしっかりとした編集で、かつ解説の内容とかもね、しっかりしてる動画を見ると、あー、俺の動画は見劣りするなって思っちゃうんですよね、どうしても。それで、かつ作る時間も、その方々と同じぐらいか、それ以上に時間かけてるんで、まあやっぱ、ちょっと辛さがあるんですよね。でも動画はまだまだ出していきたいと。で、それでネタがないってことですね。解説動画とかプレイ動画はまだまだ出していくんですけど、他のネタが欲しいなと。で、皆さんに力を貸してほしいと思ってます。どういうことをしてほしいかというと、2つあって、1つはまあ流れ的にわかると思うんですけど、なんか企画的なネタがあれば教えてほしいなと思ってます。まあ僕よりもみんなの方がいろんな動画を見れてると思うんですよね。僕は YouTube を自分がやり始めてから、逆に他人の動画を見る頻度が一気に落ちて、今はもう海外のプロのプレイハイライトぐらいしか見れてないんですよね。昔はやっぱりなんかネタ系の動画とかもいっぱい見てたんですけど、本当に YouTube やり始めてからそれに時間をかけてしまって、他のことが見れてない。その分やっぱ皆さんの方が知識が多いと思うんですよね、面白いこととかの。だからみんなが出会ってきた面白いものでこれいいなとか、まあ具体的なもので言ったらスキンコンテストとかね、まあいっぱいあると思うんですけど、そういうなんか面白いネタがあればぜひ教えてほしいなと、コメントでね。まあ、例えば自分でも考えたことは一応あるんですよね。例えば自分で作った企画なんですけど、エイプリルフールの時になんかやりたいって思ったんですよ。なんかおもろい嘘をつけへんかなって、4月1日にね、ずーっと思ってたんですけど、ずーっと考えながら4月1日終わっちゃって俺マジで嘘思い浮かばんかったなって思いながら、じゃあいっそのこと嘘しかつかないようにしてみてはどうやろうかって思って、まあとあるフレンドリーマッチの時にスクワットでクランメンバー行く時があったんですけど、そのところを便乗してスクワットメンバー全員が、嘘しか言わない嘘が言えなかったんだったら、逆に嘘しか言わないようにしたらどうなるんだろうっていうので、嘘限定縛りっていうのをやってみたんですよね。でまあちょっとある理由があって、動画一本にはできなかったんですけど、結構面白かったんで、せっかくなんでね、ちょっと見てほしいなと思います。じゃあバス、あの降りてから、降りたっていうか飛んでから嘘で、全部嘘で、全部嘘、飛んでから、あ、そうだった、忘れた、そうだよお手つき考えるか。もしじゃあ本当のこと言っちゃったらどうする？お手つき重ねていく。かわいい。一番。全部嘘も。全部嘘？全部嘘で言うか。もし嘘つかなかったらどうなる？一緒。かわいいこれ。そんな難しいけど。本当のこと言っちゃった。やばいやばいやばい。やばい。頑張ってよし、ありがとう。ああ。戦ってよそれ。300、350しかねえよ。みんな持ってる。おお、すげえ。デッドになってる。え、すげえ。何のコラボだこれ。デップ、デップ、デップ。デッドプール？あ、わかんないわ。前は8000人だったのに。ねえ。あれ待って、右上の船見て、マップで。なんか変わってんじゃん。ほんまや。そう、なんか、デップ乗ってる。
デップ乗ってるやん。 FNCS2 連続相方の都合で出れなかったんですけど解散した方がいいですか。いやまあけど練習してるんだったら出れる時にしっかりとキャッチするのがいいから、練習を仮にしてるんだったらそのまま組んでいいと思うけどな。兄弟おらんベッサバ41強そう。いいザシャークかな多分。敵おらん敵おらん敵おらん。来てる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 、明らかに来てる。嘘を言うんだお前来てないんだ、嘘を言ってるんだ今は。お手つきです、お手つきです。お手つき何ですか。あ、俺の家来てない、俺の家2人も来てない、俺の家。あ、やばいわ。あ、やばくない。やばくない、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 やばくない。おるさー。あ、全然やばくないで、俺全然やばくない。いや、俺全然やばくないっす、俺全然やばくないっす。赤の家で来ないでほしい。俺最強装置行く。ボルさんとこ行かんでいいねんな。行かんな。行こう。やばくない、やばくない。全然やばくない。全然やばくない。僕が行かん、行かん。行かん、行かん。全然やばくない。僕、僕、僕。ここにいる。あ、ここにいない。あー、やばくなーい。あ、あ、あ、ボルさん。いや、死んでないから。死んでないから。俺死んでない。うん、死んでない、死んでない。いや、ありがとうじゃないわ。死んでないけどな。でもた。はい、どうでしょうか。嘘しか言わないシュアリ。なぜボツになったかはわかると思います。即死んでしまいましたね。いやー、これがな、ビクロイまで持っていけたらそれで動画になったんですけど、ビクロイどころか初手で負けてしまいましたね。まあ、死んでないんですけどね。まあけど、これはライブ配信でやってたんですけど、いろんな方に見てもらって、まあまあ面白いって言ってくれたんで、ちょっとは自信になりましたね。ただやっぱり、自分自身でこういう企画を作ったことがほとんどなくて、ネタ的なね、企画を作ったことがあんまりなかったんで、ぜひ皆さんのなんか面白かった記憶とか、そういうのを活かして、コメント欄でね、案をもらえたら嬉しいなと思います。で、もう一個、皆さんに協力してほしいことがあって、まあ、こういう企画とかネタ動画とかって、やっぱ、面白い動画は大抵、パソコンの編集ですごい効果音を入れたりとか、エフェクト入ってたりとか、カットイン入ってたりとか、めちゃめちゃ凝ってる動画が面白いじゃないですか。僕もそう思うし。ただ、やっぱ、俺の動画っていうのはこの動画もそうなんですけど、PS4 で編集してて、まあ、できないんですよ。ぶっちゃけもう、編集、PS4 の編集パワーが10だとすると PC は100ぐらいあるんですよね。もう10倍ぐらい編集の差があって、まあ、どうしてもそういう動画を目指したいんですけど、できないところはあります。だから、そういう動画を作るにしても見劣りはしちゃうんですよね。だからそういうところで勝負すると負けちゃうんで、じゃあ俺の動画はどういう風に持っていけばいいんだろうなって思った時に、まあよくライブ配信とかコメント読んだり、リスナーさんと喋ることが好きだったんで、それを活かしてラジオ動画を作りたいなと思います。ラジオ動画で、まあラジオっていうのはやっぱり自分が喋りたいことを喋るんじゃなくて、それだけじゃなくてリスナーさんとかがなんか話題になるような聞きたいことを聞いてもらって、それに対して自分の体験談とかトークをするっていうのがラジオだと思うんで、まあよかったら何かあれば質問返答動画みたいな感じになっちゃうんですけど、質問というよりかは話題かな。難しいラインなんですけどね。なんか聞きたいこととか、なんか雑談になるようなことがあればぜひそれもコメント欄に書いてほしいなと思います。まあ一個それもやろうと思ってることがあって、まあ、よくライブ配信とかで聞かれるんですけど、まあ、慣れた時にどうすればいいかとか結構よく聞かれるんですよね。ではそういうところをコメントを募集して、でコメントをそのいただいたコメントを読んでそれに対して返すみたいな、まあ、慣れたらどうしたらいいですかとか、こういう時慣れませんかとか、モチベアップするにはどうしたらいいですかとか、なんかいろんなコメントをくれると思うんですけど、まあ、ライブ配信とかでも同じコメントが被ったりもすると、そういうことを聞きたい層が一定層いるんかなっても思いますし、まあなんかそういうね、返答動画を兼ねたラジオ動画を作れればなと思います。まあトークが上手いとは自分では思ってないんですけど、トークずーっと喋ることは好きなんで、まあね、コメント欄でね、落語家ですかとか言われたぐらいなんで、まあなんかトーク面で、面白いことは言えたらなとは思ってます。ラジオ動画ならまだね、加工はできればやっぱあった方が面白いと思うんですけど、加工がなくともなんとか楽しさは保てるかもしれないんで
できるだけなんかいろんな動画にチャレンジしたいなとは思ってます。あとはまあ完成するかどうかは分かんないんですけど、替え歌とかね、まあ、歌ったことも全然ないし歌ってみたとかも出してない人間が替え歌できるんかとか思ってはいるんですけど、替え歌とかね、まあ、できる限りいろんなことをやっていきたいなと、いろんなことをしながらフォートナイト楽しんでいきたいなとは思ってます。まあ、この企画、この嘘しかつかない縛りはスクワットも壊滅してもう本当に前半で死んでしまったんで、まあ、ちょろっと挟むぐらいになっちゃいましたけど、こういう企画動画もねどんどん作っていこうと思ってます。ぜひ皆さんもなんか協力してほしいなと思います。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、そして案があればコメント欄でコメントしてください。それでは皆さんまたね。